津島平田クワガタ津島平田クワガタは、クワガタムシか、オークワガタ族、平田クワガタア族の平田クワガタの亜種で、日本では最長のクワガタムシである。津島とは、長崎県の津島のことであり、種相名は、キャスタニーカラーで体色を示す。日本の平田クワガタの亜種は、バナシムシによる遺伝子汚染が問題となっている。体調は、 オスが31から 84mm、メスが27から 42mm、飼育下ではオスが最大 87.4mm 野生における日本のクワガタムシの中ではイキヒラタクワガタと並んで最長で 84mm の個体が確認されている。大アゴは他の日本産ヒラタクワガタと比べ直線的に長く発達するのが特徴。なお、 逆に体幅は比較的細くなる傾向がある。第一内場は大顎の根元から1、5付近にあり、先端の内葉は強く突出する。体色は黒から褐色であり、学名の通り上羽が栗色に近い個体も見られる。野生では40から60ミリメートル程度が多い。似た特徴を持つ国内足としては、息の息き平たくわ型や五島列島の 後藤平田桑形が知られる。津島、中国北部、朝鮮半島、チェジュ島、陳島など。津島へは、朝鮮半島と九州とその周辺の島々が、地続きだった時代に、進出してきたと考えられている。朝鮮半島のものは、ファソルト平田と呼ばれ、別亜種にされているが、津島平田のシノニムである。低地から山地までの紅葉樹の森林に生息し、生息数は、 やや多く、津島では最も多く見られる種類である。成虫は活動期が5月から10月であり、赤目ガシワやカシ、クヌギ、コナラなどの樹液などを餌としていて、根元から木の枝各まで広く活動している。夜行性であり、10日にも飛来するが、稀に昼間でも活動する。メスは紅葉樹の立ち枯れの地、チューブや倒木の下部などに散乱する。 成虫での寿命は2から3年である。産卵から約1ヶ月ほどで孵化した幼虫は、やや湿度の高い口木の中で生活し、その口木を食べて育つ。幼虫期間は約1年である。幼虫は春にさなぎ室を作り始め、約1ヶ月かけてさなぎとなる。さなぎになってから約1ヶ月ほど経つと、孵化し、成虫となる。成虫はすぐには活動せず、 1> 約1ヶ月ほど経ってから、サナギ室を出て、活動を開始する。同じく津島には朝鮮平田クワガタも生息し、交雑個体も確認されているが、体格から津島平田クワガタが優位な関係にある。津島平田クワガタは、海岸付近の林から内陸の森林地帯にまで幅広く生息し樹木の地上付近から高い位置まで活動する、朝鮮平田クワは、 海岸付近の林に多く、地上に近い部分で活動する。また、時間帯による活動の違いもあると言われている。ありがとうございます。